ここは水ヶ塚公園駐車場でございます。はい、これからここ腰切り塚散歩に行ってみます。はい、遊歩道入り口でございます。はい、一応こんな感じ。これバリバリです。だからまたアイゼン入ってます。アイゼンつけてます。すごいですこれ、バリバリ。まあ音ではお分かりですよね。登り道と書いてあります。そうです、ここ、この脇はですね、そり遊びができる場所です。そり遊び、はい、腰切り塚降りてきたらちょっとそりで遊ぼうと思ってます。はい、アラカンおっさんがそりで遊びます。はい、ですね、多分こっちです。腰切り塚まっすぐです。ここはなんかランナーに気をつけてくださいということで、はい、走るとこみたいですね。はい、今日は誰も走っておりません。地味にきつい階段でございます。階段だからきついんですよね。大したね勾配じゃないんですけど、階段がねちょっときついです。あの、私の足の長さに合ってないんで、きついです。いやいや、足の長さに対して段差が高いって言いたいんだよ。すいませんね。はい、やっとあのなだらかな場所になってきました。はい、腰切り塚、あ、はいはい、展望塔がありますよ、展望塔。はい、展望塔があります。腰切り塚。はい。どういう意味なんですかね、腰切り塚。腰を切るって痛いですね。お、立派な展望塔。はい、木製の展望塔ですね。ってことはね、アイゼンを外さないとちょっといけませんね。外します。はい、はい、ここまで出発から6分ですね。6分できました。あっという間でございます。はい、アイゼン外しました。外しました。では行きます。おー、富士山がそんなにドドーンですけど、ちょっと怖いですね、これ。凍ってるところはね、やばいです。うわぁ。やばい、もう、ほら。うわぁ、これ滑る滑る滑る。いやぁ、めっちゃ怖い。こう、凍ってないところ、狙って歩きます。ノーカット無修正で、お届けします。これなんかカチンカチンして、ここ一段飛ばします。これ、降りるときがやばいわ。降りるとき怖いですよ、これ。降りるときが怖い。おー、いや、絶景でございます。